はい、パワープロックポケット13美女とおっさんシリーズはい、どうも週刊ファミ通編集部の田地紀子です。どうも週刊ファミ通編集部やパワープロ担当のジャスト野島です。はい、ジャスト、はい、まあ、パワープロ企画といえばおなじみの野球大好きアイドル、はい、松坂みなみちゃんと、まあ、ファミ通が誇るポンコツ親父のルパン小島がガチンコ対決しちゃうと。ポンコツです。いいの、ポンコツでも。いやだけどね、認めちゃんと言われた時からもうちょっとカチンときてますよ。なんて言ってほしい。じゃあイケメンとかさ。でもさっきポンコツでいいって言ってましたけど。じゃあポンコツイケメンってことでね。はい、じゃあ対決の方行ってみようと思います。はい、いけポン。なんだそれ。ルールはね、もう簡単です。あの普通の対戦モードでガチンコ対決。今回はですね、投げるだけシステムというボタンを押すだけで投球が上級者のようにできるモードが、はい、あるので、そちらを使って対戦していただきたいと思います。打つ方も、はい、振るだけシステムというタイミング合わせて振るだけなんで簡単ですか。はい、簡単です。もうすごい、これ凄まじい対戦になる。本当にね、ポンコツでもポンコツイケメンにはもう最適なモードです。そうか、勝利者賞ご用意いたしました。はい、あ、本当に。はい、今回対決勝った、はい、こちらです。こちらパワープロックポケット13のソフトをプレゼントしちゃいます。もらえるの？勝った方が。そうだよ。じゃあ頑張ろうかな。ただし、はい、はい、もちろん負けた方には罰ゲームが、はい、だろう、待ってます。まあ、なんでこんなものが用意されてるかっていうとね。ああ、これね。フルスイングします。はい、というわけでね、じゃあ早速チーム選択から、はい、まあ、せっかくなんで、うん、今年の日本シリーズの組み合わせで、はい、まあ、中日ドラゴンズと千葉ロッテマリーンズ、はいはい、うん、どっちがどっちを選ぶかってことなんですけど、はい、はい、なんすか。千葉がいい。マリーンズ。じゃあこれゲーム戦で大事です。これイニングは5回ぐらいにいいんじゃないですかね。5回、はい、さあ、みなみちゃんが守備について、はい、攻撃はルパンさん。はい。おお。よし。これ。さあ、ちょっと緊張するよね、これね。うん。投げますよ。おお、投げろ。投げますよ。おい。さあ、先発がナルセ。はい。第一球投げました。自分で実況しちゃったよ。大丈夫か。さあ、いきなり初球ヒットですね。いきなり。ああ。先頭バッターの荒木が出塁と。やばい。さあ、これは引っ張った、いいんじゃない、いいとこ行く、ナイスそうそうそう、ナイスバッティング、いいとこに飛んできました、森のっぽい。さあ、そして、はい、今季セリーグ MVP のそうです、和田選手ですよ。これはかなりの強打者です、ルパンさん。はい、和田さんは確か変化球のインコースに強いっていうのを知ってます。すごい情報だね。だけど打たれたんですけど、綺麗に。いやー、これは大変です、これ、満塁だよ、満塁です。さあ、そしてブランコですね。これ一発ありますよ。怖い、どうしよう、これで。やだな、やだな、やだな。あ、よしよし。さあ、これはゲッツーコース。これはさあ、満塁のピンチをね、みなみちゃん切り抜けて、千葉ロッテ1番バッター、今季200本安打達成したね、西岡選手、まあ、メジャー行くなんていう話も出てますけれども、ここはまず落ち着いてワンアウト、ね、さあ、そして荻野、これはね、足速いです。ああ、いい当たりですね。これはめちゃくちゃ足速い。あ、そうだ、これマニュアルだった。さあ、この看板の守備の間に二塁落としれる、そつない走塁ね。さあ、そしてメジャーガールの井口ですよ。大木の走力 A ですからね。ワンヒットで。違う。ルパンさん、ちょっと守備がパタパタしてますよね。守備がちょっとね。さあ、そして4番、よっとこれ大丈夫、これ大丈夫、絶対ダメだ、オッケー、うーわー、いやー、お互いチャンスは作るんですけどね、意外にこう締まった試合にちょっと汗かいてきちゃいました。ワンアウト。さあ、そして谷繁、ベテランですよ、ベテランキャッチャー、チャンスに強いですからね。ういほら来た、よーしよしよしいい当たりが1、2塁間破ってきました。またチャンスですね。お
真ん中。いいバントになったね。行くんだ。よし、堅実に行きますよ。なんで大人だからね。なんでバントなんて知ってんだろう、ルパン。本番前に練習をすごいやっぱしてたせいか。さあ、そして1打席目でヒット打ってる荒木です、ここで。でも野球はツーアウトからですからね。よし、逆逆じゃない。ああ、今の逆だった。逆。千葉ロッテらしい積極的な攻撃でね、チャンスを。はい。連打連打で。はい、ほら、これは。これは。やばい。やばい。抜けた抜けた、やった。さあ。これが。ああ、先制点が入りました。これまたルパンさん。ルパンさんの看板の守備が。はい。やっぱり。これ。ちょっと守備みなみちゃんが先制ということで、はい、さあそしてここで怖いバッターだね、西岡ね。これも楽々打っちゃいました。あら、抜けてった。これは長打になる。長打になる。回るか。三塁回った。回った。いったいった。でもこれならいける。これはこれはこれはホームかいっちゃう。投球がずさん。西岡のスリーベースで3点目。なんでそんな打つ？うわあ、いいとこ。やばい、これやばい、守備だ。いやあ、本当ね。守備がちょっと草野球レベルですよこれね。3回の表が終わって、はい、4対0と。みなみちゃん、かなりこれはいける。5回ということを考えると、かなりリードしてますねこれね。さあ来い。これも打っちゃうよ。すごく。いやー、これ中間真っ二つ。これ楽しい。待て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 。また一塁にしか投げないこの送球が。やっとピッチャー抑えて、そしてまた西岡ですよ、ルパンさん。やっとこさんのワンアウトですよ。さすが西岡か。うわー、当たりだこれ。7対0。もう一方的ですね。さあ、そして今日2安打。ここでね、1本出れば猛打賞の大木の。はい。はい、よし。ああ、これは。これはゲッツーでしょ。しかし、しかし。さて、これ、ルパンさん。まあ、まだまだ野球わかんないからね。俺もそろそろ素振り始めていいですかね。まだわかんない。準備が。ああ、ノーアウトからランナーが出ました。ルパンさん、7点差であと2回しかないですよ。いや、任しとけよ。よいしょ。これ、よし、抜けた。よし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 。ルパンさん、ノーアウト満塁っす。こっからだよ、こっから、こっからだよ。満塁の方がゲッツー取りやすいし、私はこういう戦法なんですよ。あくまで強気なね。はい。いやー、抜けた。1点返したよ、ルパンさん。いきますよ、こっからですよ。あげなきゃかわいそう。まあ言うてもね。無理やり引っ張った。こんな手出すなんて思わないし。あと5点だろ。よし。いやー、よし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 。スルベ打ちですよ。ピッチャーを変えるっていうのもそうそう手かもしれないですね。目線を変える。もう終盤だからね。はい。はい。よいしょ。おー、抜ける。いいね。あれ。いいぞいいぞ。2点差まで来た。展開になってきましたよ。はい。全然。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと。ブランドさんが。ちょっとちょっとちょっと。いいんじゃない。うわ、止まる止まる。いやー、1点差。点差、鼻息荒くなってきましょう、ポンポンさんも。待って。よし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 。同点。ついに同点です。はい。よしよしよし。さあ、これルパンさん一気に出ちゃうのか。逆転するチャンスです。よいしょ。今のは。ほら。うっさ。あれルパンさん？あれ戻ったよ。え？よし、アウト。アウト。なんですか？ちょっとちょっとちょっと待って。絶対ない。え？ちょっと待って。ちょっと待って。ルパンさん、何したんですか？何すか今のタイマンプレーは。はい、ホーム直前で三塁に戻りましたよ今。おっしゃったんだよ。ルパンさん、これ本当分岐点になりかねないですよ、ルパンさんこれ。大丈夫大丈夫。ああ、これは痛い。これは痛い。幻の逆転。これ幻の言ってんだね。チャンスに強いサブローさんですよ。どうします？ああ、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 ああ
しかしこれはタッチアップがフライには十分かな。失礼しました。これも意外に打つんですね。うわー抜けた。そしてこのザル外野陣ね。いやあの幻の8点目があったらちょっと展開ちょっと流れ変わったよね。展開も変わってたんじゃないかなと。ルパンさんまた違う一塁大好き。ルパンさんさっきより点差開いてますよ。開いちゃったね。8点差になってます。点差ですね。これあれだ、押さなきゃいいんだは割とこうそうすると取ってくれるね。そりゃそうですよ。だってなんで選手を信じないんですかルパンさんは、はい。最後は西岡が掴んでゲームセット。やったー、本格。いや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 、いろんな意味でこれすごい戦いだったよね。はい、それではね、はい、あの見事勝利いたしました南ちゃんには、はいはい、勝利者賞を認定させてあります。おめでとうございます。いいことだらけだな。いやよかったよかったよかった。さあそして忘れてはいけません、罰ゲームです。はい、頭ルパさん何か言い残すことあるんですか。いや頭はないよ。頭はさすがにだってこれ映ってるからさ。でもほらちょうどボールボールじゃないよ。ちょっと尖ってるからこんなボールないだろ。ちょっと待って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 、さすがに殴るのはまずいから。俺ちょっとここでビシッと何ビシッとハープのネタで落とすから。あそれ落としてくれるんだったらまあ勘弁してもいいかなって。じゃあ今やるから。やる。やる。ちょっとやるから。はい。はい。はい、じゃあ、パープロネタです。やります。ピョ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 。えい。ちょっとそれ私。お前丸パクリじゃねえか。丸パクリだろ。いやもうポンコツだろ。ポンコツだからもうパクったっていいんだよ、なんだって。いや。ポンコツにはポンコツのやり方があるんだよ。そういうわけでね、また次回。いや本当にひどいオチだったけれども、はい、例 の, あの前回の放送で告知した、はい、発売記念のツイッター連動企画イベント、はい、まだまだやっていますので、はい、こちらの方まで、はい、お願いします。